インターネットレディオ Good Air .com 熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ 健太郎、中村 1,2,3 こんにちは、どうも中村健太郎です。今日はですね、お祭りでんでん館っていう八代市にある、その伝承館、お祭りとかね、イベントの伝承館に来てるんですけど、ついに11月23日、俺らの地元熊本県八代市の九州三大祭り妙見祭りが行われます。で、そのね、ライブ中継をちょっとお手伝いすることになりまして、ちょっとそれに、取材というか撮影というか、なんか調整に来てますで、そこで、中継をしますカッパ FM の榎田くんからコメントをいただきましたので、そちらをご覧ください。どうぞ。榎田くんです。こんにちは。こんにちは。キモいなんでキモい。どうぞ宣伝してください。はい、3年ぶりに今年と先の河原から妙見祭を皆さんと楽しむことができるんだと思うととてもワクワクしてるんですが、やっぱコロナっていうこともあるけん、今年パブリックビューイングの取り組みとか YouTube のライブ配信とかっていうのもあるので、ご自宅だったりパブリックビューイング市役所1階の多目的ホールにも出かけていただいて、そちらにもクリアな音声とクリアな映像でご覧いただけるように今このカメラを回してくださってる方たちが頑張ってくださいますんで、ぜひ妙見祭いろんな形で楽しんでください。何よりも僕も一番楽しみたいなというふうに思っています。戸崎の河原で YouTube 配信でラジオでお会いしましょうさよなら。さよなら。Thank you for your listening. Good Air .com. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとかそんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。